17世紀末の長崎当時屋敷は江戸時代の鎖国政策により長崎に設置された中国人住居地区である。1635年、江戸幕府は中国商船の入港を長崎一港に制限する措置を取ったが、キリスト教徒ではない中国人は長崎市内に雑居することを許されていた。そもそもこの時期に日本に渡航する。 中国人の数は少なかった。なぜなら、明朝が日本を和光の拠点とみなしていたため、中国人の日本渡航を禁じていたからである。清朝も明朝に引き続き、中国人の日本渡航を認めず、清朝が台湾の停止政権対策として、旋回令を発布している間、日本に渡航する中国人は、台湾もしくは東南アジアからの渡航が主であった。 しかし、新朝は、停止政権を屈服させ、旋回令を1684年に撤廃した。また、日本を和光の拠点ではないことを認めたことで、翌年以降中国商船が多数来航するようになった。そのために密貿易が増加したため、長崎部業所では、中国人の居住地区も制限することになり、1688年、 長崎郊外にある従前寺教に幕府が所有する500円の土地で当人屋敷の建設に着手し、翌年完成した。広さは約9400坪に及び2000人程度の収容能力を持つ。現在の長崎市管内町の地である。周囲は塀と堀で囲まれ、大門の脇には板所が設けられ、出入りを監視した。ただ、 デジマのオランダ人が厳重に監視されたのに比べ、中国人は比較的自由に出入りが許された。デジマの建設費が長崎の町人の出費で賄われたのに対し、当時に屋敷の建設費は長崎の町人が幕府から借金することで賄われた。1698年の大火で後藤町や大国町にあった。 中国船の荷蔵が消失したため、倉庫に目が届きやすいよう、当人屋敷前面の海を埋め立てて、中国船専用の倉庫区域を造成した。この地域が新地と呼ばれる。1784年の大火では、当人屋敷全体が官邸堂を残して、全焼、大会後当人が、自前で住居などを建築することが認められた。 1859年の開国によって、東時に屋敷は廃屋化し、1870年に消失した。その後、在住中国人は隣接の長崎市新地町に中華街を形成し、長崎新地中華街となる。東時に屋敷の移行としては、明治期に修復改装された、土神堂、観音堂、天光堂、1868年に、 福建省泉州出身者によって建てられた旧八門、会所、1897年に改装、改称された福建会館全門が残っている。ありがとうございます。